はい、おはようございます。釣り子 TV です。無事に初釣りでですね、一匹バスを釣ることができたよということで、忘れないうちにですね、どんなタックルでどうやって狙っていたのかっていう、ここら辺をですね、ダラダラと語っていきたいと思います。まずですね、こうアラバマリーグですけども、竿がですね、これファンタジスタのレジスタの 70H 10周年モデルってやつですね。これね、あのお気に入りで、夏はあのワームの釣りとかで使ってるんですけども、冬場は結構こういったですね、アラバマの釣りなんかにも使っちゃってるんですよね。何がいいってですね、すごいこの竿の場合、あの感度がいいんですよね。他の投げている竿に比べて感度がいいんで、なんかですね、前当たりをすごい感じ取ることができるっていうことで、当たった、よっしゃ、来た来たよ。あ、巻いてるとですね、なんかじゃれついてくる感じとかですね、あとはワカサギの群れの中に突入した時とかに、プリンプリンプリンってこうですね、小魚に当たってる感触が手元によく伝わってくるんですよね。それであの集中力が真冬の当たりがない中でも保てるっていうことで、あんまり感度至上主義っていうわけではないんですけども、たまたまこれ使ってると非常に普段感じ取れなかった、そういった前当たりとかが感じやすいっていうことでお気に入りで使っております。でリールがですね、パワークランク5っていうですね、アブのエボシリーズのちょっと前の方なんですけどね、これ5って書いてありますけども、ローギアのリールですね。この金色のちょっとしたパーツで、見分けるんですけども、まあ、ここが黄色だったりしますけどね、これがですね、非常に冬場の釣りに欠かせなくて、なんかね、焦って早く巻いちゃいがちな時に、ああいう活発な餌を追ってる魚を狙うって言っても、あんまり、ハイギアでクリ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 って早く巻いちゃうとですね、追い切れないんじゃないかななんていうふうに思っていて、でまあ以前いろいろ使ってた時はね、普通の、通常のレギュラーな巻きのギア比のやつとか、あとハイギアリールとか試していたんですけども、最近は1月過ぎるとこのローギアリールにほとんど変えちゃって、でこれで押し通すことが多くなってますね。この他に今アンタレス5っていうのもあるんで、まあそこら辺も使うんですけども、でこれがあとはこういうちょっと、まあ、比較的重いものをですね、巻くときに非常にスルスルするとですね、軽い力で巻き取ることができるっていうことで、お気に入りで使っております。でね、糸はね、フロロカーボンの16ポンドですね。これ14ポンドだとね、たまに回収できないことあるんですよね。でもね、16ポンド、まあ、もしくは20ポンド、ここら辺を巻いておけばですね、まあ、レンタルボートとかであれば、その立ち引っかかっちゃった真上もしくは逆側まで深く刺す前に回り込んで、何回かパンパンパンってやると結構ゴソゴソっと取れてくれるっていうことがあるんで、今糸は16ポンドで試してみております。でリールに関してはね、バンタムリールシマノのやつね、あれがローギアモデルなんかもスタンバイしてるよなんていうアナウンスが出ておりますので、ちょっとねそこら辺を、もし寒い時期に発売が開始されたらですね、買ってみて、自分の釣りに取り入れてみたいななんていうふうに思うんですけどね。これのいいところは樹脂ボディなんで、こういう冬場の極寒の中でこう素手で握り込んでいてもそこまで、寒くないっていうのがあって、あとローギアなモデルでいくと、自分カルカッタも持ってるんですけどね、あれもっと重いアラバマリグとか投げる時によく使うんですけども、やっぱりメタルボディなんでね、非常に手が冷たくなるっていうね、キンキンに冷えてますかね、まあ、マイナス1度とかマイナス2度とかね、早朝寒かったりしますんで、そういう時にこの樹脂製のボディが非常に、手に優しいということで、まあ、ここら辺を使っておりますね。まあちょっとここら辺はね、どんどん、新しいローギアのモデルなんかが出たら買い足していって変えていきたいなと思います。でね、釣ったやつですけど、これが元祖のアラバマリグですね。マンズから出ている元祖アラバマリグね、アラバマリグが
なんかそんなに流行んなかったですね。一時バーッと鳴り物入りで出たんですけども、最初はねなんかプレミアム価格とかもついていましたが、もう最後の方は、ワゴンで叩き売りみたいな状態になっていてですね、この最初はね確か4000円近くしたんだと思うんですけどね、元祖アラバマリーグ最後ね1個1000円とかで、叩き売られていたんで、まあその時にねまとめてごそっと、買ってですね、まだ在庫いくつかあるんですけども、まあ、この何ですかね、線形と長さとのなんだかんだこれが一番使いやすいなということで、ただねまた新しいアラバマリーグ、流儀のやつなんかも出てきてますんでね、あそこら辺もぜひ、見かけたら買ってですね試してみたいななんていうふうに考えておりますが、一番まあ最近はお気に入りではこの、マンズの元祖アラバマリーグを使っております。で針なんですけども、周りがね0.9g のジグヘッド、これが確かジャクソンのアラバマリーグ流行ってた時に出た、ジグヘッドだと思うんですけど、これももう店頭であんまり見かけなくなってきましたが、まあ 0.9g なんだけど比較的軸線が太くて大きな魚が来ても安心だよって、この手のジグヘッドねもう、あんまり関東の釣り具屋さんでは見かけなくなってますけどね、だから、見かけたら買うようにしておりますが、で真ん中がですねまたこれも比較的太軸のですね、これは8分の1オンスとかかな、 3.5g とか、場合によってはですね深いところを狙いたい時はここをですね4分の1オンスとかちょっと、重さをですね上げていったりするんですけども、でつけてるワームですね、これがですねバークレーのですねパワーゴビーっていうやつで、これもねなんか廃盤になっちゃったのか全然もう店頭にないんですよね。最後ねタックルベリーとかでいっぱいワゴンセールみたいに売られちゃってましたけど、その時に、いっぱいですね好きだったんで買いためたやつを大切に使っておりますっていうことで、これ海カラーなんですね、これも確かソルト用のカラーっていうことで、まあ特にねこれのこの最初に出たこの白い色が大好きだったんですけども、これなんかもう本当に見かけることがなくなっちゃったんで、このね海用のカラー買って貯めておいたやつをですね大切に使っておりますが、で今回のポイントはですね、たまたまなんですけどこれ去年使ってたやつなんですけど、後ろがちょっと大きいやつなんですね。これ何インチあるのかな、こっちが4インチのはずなんで、まあ5インチぐらいあるのかもしれないんですけどもね、この大きなパワーゴミこれに食ってましたね。サクッと全部ね大概この4インチの大きさで揃えることが多いんですけども、今回たまたまですねこの真っ白白のですね、まあミルキーホワイトっていうんでしょうか、この一番後ろについたでかいゴビーに食ってきてくれたっていうことで、ちょっとこのセッティングでですねしばらくいろいろ試してみたいななんていうふうに思っておりますが、もう一つですね投げてるやつがあったんですね。パワーゴビーが売ってないんで、これエバーグリーンのですねヘッドシェイカーね、これを周りにつけた、これねまだね店頭でいっぱい出たばかりですし見かけますし、まあしばらくは、ちゃんとなくなることなく売られるんじゃないかなということで、こいつどうかななんていう感じで試しております。だいぶねまあほんと微妙な差で動きとか釣れる釣れないって変わってくると思うんですけどね、自分の見た中では比較的パワーゴビーに近いような感じで、あと硬さのこの質感なんかも比較的似てるんじゃないかなって。この他にはねワンナップシャットとかももちろん釣れ線なんで使うんですけども、あとは、スイングインパクトとかですね OSP からも結構いい感じの、シャットテールなんかいっぱい出てますんでね、で春先になればゲイリー山本からのハートテールの小さいサイズなんていうのも出るみたいなんで、あれなんかもどうかなってすごい気になってるんですけどね、今年の冬はとりあえずこれ手に入りやすいんで、これねエバーグリーンのやつちょっと試してみようかななんていう風に計画しております。でこれはね周りが引っかかりづらいようにですねこういうスクリュー式のオフセットした感じでセットしていて、で真ん中だけですねこれエバーグリーンのジャックハンマーですね、それに
ツインテールリンガーね、これを食わせの、一手にして、で周りは魚を寄せるためにこうアピールする、まあ、ブレードの代わりみたいな感じですかね、まあ、どれに食ってくるかっていうのも楽しみなんですけども、ちょっとねこのセッティングね、これはね何ですかね、名もなきアラバマが流行った時にねババッと出た、すごい安くてすごいシンプルな作りの謎のアラバマリーグなんですけども、これ結構丈夫で、何気にこういうところがちゃんと溶接されていたりするんで、お気に入りで使ってるんですけども、ずっともう何年もなくならないでね、残ってるんで、今でも使っておりますが、でこの真ん中にチャターをセッティングした組み合わせ、これはねアラババリグって結構巻き感がないんですよね、こう大きい割にこういうもんなんで、スーって感じでこう寄ってくるんですけども、真ん中にねチャターベイトつけたんで、ブリ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 って非常にですね、こうあとなんか巻いてる感じが分かりやすいっていうのと、あとはねなんかねたまにこう血取る感じみたいなのも、こういう比較的好感度の竿でゆっくりやってるとよく分かるっていうことで、巻いてて飽きないっていうことでねやってみてるんですけども、これなんかもちょっと一発来たら、夏場なんかねこのジャックハンマーすごい大きな魚釣れてきたんで、で周りもねこの釣れ線のね、こういったシャットテールがいっぱい控えてるんで、こんなんできたらちょっと比較的40アップとかそういうでかい魚が狙えるんじゃないかなっていう感じで、いろいろ試しております。で実際に釣れたアラバマリグの、ポイントなんですけど、あれ結構ね浅いところだったんですよね、動画で見るとですね一回ちょっと深い側7メートルから8メートルぐらいまで落ち込んでいくところだと思うんですけども、そういったところを流して一回も当たりがなかったんで、岸際に折り返してもうほぼ岸に届くんじゃないかなってぐらいまでポチャンポチャンって投げていたら、動画で見るとね先にちょっと前あたり感じてるんですよね、クッてなっておやおやってなって、でなんか魚ついたなと思ってちょっと巻きのスピードを、調整したらですね、うまいことこう真ん中にこうヒットしてくれたっていう、こういうことになってますんでね、まあそういったところで、まあ冬場でもちろんディープの、ライトリグの釣りが主体で一番面白いシーズンではあるんですけども、朝場に結構ですね餌さえいればバスもここら辺でポカーンと浮いていて、何かいいことだったら、捕食を開始するっていう、こういったタイミングなんで、で結構小さいサイズのバスはねもうディープにだいぶ落ちているんで、まあ来たら結構、サイズは長さはそんなになかったですけどね、もうお腹パンパンの餌いっぱい食ってるんじゃないかなっていうバス、コンディションのいいバスが釣れたんで、まあただね1日投げていて、日によっては当たり1回から0回ただね当たると当たり5回ぐらいあって3匹ぐらい釣れたりなんていうことも、1月2月とかありますんでね、引き続きですねちょっとチャンスがあったら、まあ、こういった釣りも試しつつ、ただ基本はディープでライトリグが一番楽しいシーズンですからね、それでコッコッコっていう当たりを取ってよし来たなんていう釣り、こういったのもやっていきたいななんていうふうに考えております。というわけで本日の釣りコー TV はですね、どんな感じのタックルで釣れたか、これの、ご紹介でした。はい、釣りコー TV でした。